こんにちは、ザキツカです。今日は鹿児島県にある大泊八重城に来てます。大泊八重城案内板って書いてありますけど、ちょっとマップが剥がれててよくわかんないですね。フリーテントサイト、シャワー室、炊事棟、トイレがあるようです。まあ、こちらが駐車場ですね。結構広い駐車場があります。奥に見えてるのがホテル、そして海沿いですね。砂浜、ゴロタ浜が続いてて、ものすごい南国チックですね。松、ソテツソテツか、ヤシかと思ったらソテツだった。そうそう、ソテツがですね、自生してるんですよ、この辺は。ソテツ自生地区らしいですよ。ここをまっすぐ行ったところがテントサイトのようです。ちょっと行ってみましょう。おー、なんか遊歩道が板でできてますね。板の間ですね。海水浴場チックな作りになってますね。砂浜かなと思いきや石ですね。岩ゴロゴロしてるんで、ちょっとね、海水浴は難しいですね。磯遊びみたいな感じのことはできると思いますけど。これか、これですね。これが炊事棟です。屋根付きの結構立派な炊事棟がありますね。かまどがあります。向かい側に水道ですね。電気もつくのかな、これ。電気は来てないみたいですね。で、向こうに見えるのが、あれ、トイレかな。トイレっぽいですね。ちょっと行ってみましょう。ん？シャワー室。シャワー室って書いてありますね。頼もう。着替え。シャワー室。水出んのかな。うわ。シャワーが、水シャワーが使えますね。素晴らしい。トカゲ。トイレどこにあるんだろう。反対側かな。上に登ったところにの突き当たりにトイレがあります。よかった、トイレあったね。トイレですね。あー、よかった、あったあった。じゃあ早速シャワー浴びてさっぱりしますか。で、海で釣りしましょう。海岸が近くにあるんでね、なんか釣れるでしょう。あー、釣りをしましょう。ちょっと奥の方に行くとね、磯っぽくなってますんで、この辺の磯場からね、ちょっと投げ釣りでもしてみますか。荒株さんとかいればね、笠子さんがいれば嬉しいですね。でも地面がもう石なんですよ、本当に。こんな感じの頭ぐらいの大きな岩がゴロゴロとしてる感じなんでね、多分重りがね挟まっちゃうと思うんですよね。まあ、その辺軽い重りをつけて投げましょう。その辺気をつけてね。釣れた。でかー、何これ、でかー、でかー、ものすごいでかい。これ30センチ超えてる。でかー、何これ、でかー、すげー、めっちゃ重かった。こんなの釣れるんだね。ほへー、びっくりした。さっきね、片足落ちた。危ねえ危うくね、そこのガチ磯の谷間あるじゃん、あそこからねずるって落ちて、片足で踏ん張ってなんとか脱出しましたけど、これさ、
こっち浅かったの。だから浅いのかなと思って、あそこの谷間の奥に行ったら、ものすごい深くて、ドボーンって落ちた。びっくりした。わーって。やばかった、マジで。本当にやばかった。危なかったね、本当。よかった。俺助かった、マジで。びっちょびちょになっちゃった、足が。乾かさないとなー。あー、よかった。死ぬとこだった。ちょっと終わりにしましょう。戻りましょう。ちょっと疲れたな。佐多岬、というかね、30センチぐらいのカサゴを釣りましたんでね、早速ちゃちゃっとさばいていきましょう。それではね、ピッピッピッとさばきましたんで、中骨と頭は煮込んでスープにして飲んで、身は焼いて食べましょう。やったー、ごちそうだー。今日はね、お魚です。こちら僕が釣りました、これ。 今日はこちらカサゴ、デカカサゴを食べます。とりあえず乾杯しましょう。桜島じゃないけど、佐多岬だけどね。ああ、美味しい。濃いな。ワンカップのつもりでぐいぐい飲んだら、もうあっという間にいっちゃい、飛んじゃいますね。魚焼いてます、焼き魚です。ちょ、いい匂い、すげえいい匂い。めちゃめちゃいい匂いがする。いただきます。いただきます。うまい。うまい酒を飲むと、うまいおつまみが食べたくなって、うまいおつまみを食べると、うまい酒が飲みたくなる。終わらない。じゃあパスタね。主食はパスタ。たまんないな、これ。美味しそう。はい、できました。カサゴのあら汁です。カサゴ酢。あっち。うまい。油すごいね。さすがデカカサゴだな。あー、食べた。ごちそうさまでした。ここまでになりますね。以上です。またね、バイバイ。おやすみ。